逆算問題、つい間違えてしまう穴埋め計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。四角に入る数字は何でしょう。では解説をします。右辺が1であることにより、左辺は 6÷6 になればいい。ということで四角には3が入ると誤答しやすい問題です。本題は上のように割り算と掛け算の順番を入れ替えることができ、四角イコール12であれば式が成り立ちます。おまけ問題です。3つの四角には同じ数が入るとき、その数を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。